はい、2014年6月1日、久しぶりにね、公演ゲリラライブを、やってきました。で、先ほどなんだっけ、スティッカーもじゃなくて、ツイキャスで、放送したんですけど、生放送で、やったんですけど、その中から一曲ね、人形大戦という曲を、聴いていただこうと思ってますが、かなり画質悪いんですよね。悪い、すごい悪い。で、まぁ、ちょっと今日のね、機材だとかを、説明しておきましょう。今日はね、村上なしで、村上は録音でね、録音参加で、うん、だけで、我々二人でやったんだけど、もうね、出力したのはね、これだけ。ローランドのモバイルキューブっていうやつね。これちっちゃいもうラジカセみたいなやつなんだけど、でこれの中にもうギターだとか、オケもそうだし、ボーカルもそうだけど、みんなぶっこんで、やりました。で、ボーカルね、これ買ったばっかりだね。買ったばっかり。うん、V2。そう、これで、ハモナイズで使ったんだけど、うん、まあ1曲目見事に外しましたね。ちょっとね、外しましたね。うん、あの5度いらなかったね。そう、5度の音、うん、どうしたの、わざわざ機械かけておもちになったけどみたいなね。難しかったね、うん、ちょっとね。でね、もうギターはね、非常にシンプルで、もう使ったギターね、これね、うん、SG ジュニア、はい、ね、もうワンピックアップの、ね、まあ恐ろしいかな、録音するとあんまりいつもとか。そうそう、それでね、さっきのモバイルキューブにこう突っ込んだのもこれだけ。ね。サンズアンプとボリュームペダルだけ。これがすべてだね。うん。これあるとね、それなりに、ね、うん、なっちゃう。ね。もうどんなにせこいと。だから、これ何、ワット数、何ワットぐらいでしょ。何ワットかな、多分2ワットぐらいにしか出してないと思うんだよね。音量的にも全然出してなかったからね。うん、そうそう。だからコーラスで生の声がね、十分に入ってる。変な話、ボーカルなんかも自分の声も生も入っちゃうから、最初からユニゾンみたいな。うん、そうね、うん。うん。そんな具合で、やってみました。ね、ちょこちょこね、できればそれこそ日曜日なんかね、毎週でもやろうかなと、ゲリラライブやろうかなと思ってるんですけど、まあ、月に1回ぐらいは配信できるようにしたいなと、うん、思ってます。というわけで、じゃあ、聞いていただきましょうか。ね。じゃあ、どうぞ。Bye.
ろう。同じ思いの姿に落ちてすげす不十分性知りとはなんて笑えるの。照れも暮らせる憎んでないのに予防のおかげでロビーナーでスパコツはコツズラフビー